まさか、こんなに身近に感じるなんて。宮内庁がついに、インスタグラムの公式アカウントを開設し、4月1日から、情報発信を開始します。一方、イギリス王室はすでに、フォロワー数がなんと、1340万人に達しているとのことです。この数字が持つ意味や、積極的な情報発信がもたらす影響力について、どのような側面があるのでしょうか。早速見ていきましょう。政府や自治体においても、その活用の幅を広げている。写真共有アプリ、インスタグラム。この流れを組み、宮内庁も新たな一歩を踏み出すことになりました。4月1日から、公式インスタグラムの運用を開始するとの発表がありました。このプラットフォームを通じて、天皇、皇后両陛下や、敬宮殿下のご活動、そして、皇居内の自然美や伝統文化の素晴らしさを世界に発信していく予定です。インスタグラムを用いた情報発信は、宮内庁にとって初めての試みとなります。3月27日時点では、アカウントは存在するものの、非公開設定であり、フォローや投稿の閲覧はまだできません。しかし、すでに19件の投稿が準備されていることが明らかにされており、公開される初投稿に対する期待は高まるばかりです。では、宮内庁がインスタグラムを始めるに至った背景には何があるのでしょうか。その理由として、宮内庁広報室は、若年層を含む幅広い層の方にタイムリーに効率的に情報をお届けしたい、と説明しています。過去には、小室眞子さんの結婚に際して不正確な情報が流れるなどの事態があり、正確な情報の発信の重要性が改めて認識されました。その結果、宮内庁はインスタグラムや公式ホームページを通じて、積極的に情報を発信する必要があると判断したのです。この決定に至る前、2023年4月には広報室が新設され、海外王室の SNS 運用を参考にしてきました。そこで、若年層の利用が高く、視覚的情報の伝達に優れるインスタグラムが、情報発信のプラットフォームとして選ばれました。イギリス王室がインスタグラムで成功を収めている事例に影響を受け、宮内庁もその選択に影響されました。イギリス王室は、インスタグラムの活用を先駆けて行い、イギリス王室公式インスタグラムは1340万人のフォロワーを持っています。キャサリン妃が自身の体験を投稿するなど、インスタグラムは重要な情報共有の場として機能しており、これが宮内庁の決断を後押しした一つの要因となりました。宮内庁のインスタグラム運用にはいくつかの特徴があります。宮内庁広報室は、いいねはできます。ただ、コメントやダイレクトメッセージ欄は閉鎖する、というコメントをしています。意見や感想は、宮内庁のホームページを通じて受け付けられます。また、公式アカウントの投稿は、広報室員が行い、食卓のカメラマンが撮影した高品質な写真を使用する予定です。さらに、将来的には、動画コンテンツの投稿も検討しているそうです。このようにして、宮内庁は公式、インスタグラムを通じて、日本の皇室の魅力を国内外に発信していく準備を整えています。では、インスタグラムを始めることが、皇室にとってどのような影響や効果をもたらすのでしょうか。また、インスタグラムを通じて各国の王室とより深くつながり、そして新たな発見や感動をもたらすかもしれません。宮内庁がインスタグラムの公式アカウントを開設する背景には、若い世代や海外のフォロワーとのコミュニケーションを図るための取り組みがあります。具体的には、若い世代向けの興味を引くコンテンツや、伝統行事の魅力を伝えることで、宮内庁の知名度向上や理解を促進させることが可能です。そして、イギリス王室のインスタグラムフォロワーが1340万人であることを考えると、その影響力は計り知れません。このフォロワー数は世界中の人々に対して強力な影響を持ち、ファッションやチャリティ活動など様々な分野において一大ムーブメントを生み出す可能性があります。
宮内庁の知名度向上について考えてみたいと思います。宮内庁の魅力を伝えるには若い世代向けのコンテンツを取り入れることが重要かもしれません。例えば宮内庁で行われる伝統行事の裏側や意義、歴史にまつわる興味深いエピソードなどを分かりやすく紹介することで若い世代にも興味を持ってもらえるでしょう。さらに宮内庁の日常や役割などをより身近に感じてもらえるような工夫も欠かせません。特に皇室がインスタグラムを使って活動や日常を公開することは現代のコミュニケーション戦略の重要な部分です。それぞれの国の王室はこのプラットフォームを利用して公式行事の様子や家族の大切な瞬間を共有し、国民や世界中の人々に対し親近感を持ってもらうことを目指しています。次にインスタグラムで活動を積極的に公開している王室とその代表的なメンバーについて軽く触れてみましょう。はじめにイギリスです。英国王室のウィリアム王子とキャサリン妃はケンジントン宮殿の公式アカウントを通じて公式訪問や慈善活動、家族の特別な瞬間などを公開しています。子供たちの誕生日や特別な記念日には新たなポートレートが公開されることもあり、多くのファンから愛されています。そしてチャールズ王、以前のプリンスオブウェールズ公式アカウントから現在は王としての公式行事や環境保護活動などを共有しています。国民との関わりを深め、持続可能な未来への取り組みを強調しています。特に最近ではメーガン妃とヘンリー王子が王室を離れ独自の活動を展開していることが話題ですよね。王室の影響力は非常に大きく世間の注目を集めています。王室メンバーの発信するメッセージや行動がファッション業界や社会問題にも大きな影響を与えているのです。例えば王室の方が特定の服を着るとその商品がたちまち売り切れるという現象や、彼らの支援活動に触発されて地域コミュニティの支援が急増するなど、さまざまな形でその影響が現れています。王室の人々の一言一行が私たちの生活に意外なほど大きな波紋を広げているのです。次にデンマーク王室のマーガレット女王は王室の公式アカウントを通じて女王自身の公式行事や王室のメンバーの活動を紹介しています。デンマーク王室は国民との絆を強化し、文化や伝統を伝えるためにインスタグラムを有効活用しています。続いてヨルダン王室のラーニア王妃です。ラーニア王妃は自身のアカウントを持ち、教育や女性の地位向上など様々な社会問題に取り組む姿を公開しています。また家族のイベントや国際的な訪問を通じてヨルダン王室の人間味あふれる側面を見せています。そしてブルネイ王国です。皆さん知っての通り、最近人気のブルネイ王国のマティーン王子です。王子のインスタグラムで公開する自撮りやプライベート写真は豪華な生活やペットの虎と戯れる姿を通じてセレブ感を強く印象付け、大きな人気を集めています。王子のインスタグラムアカウントはフォロワー数が約234万人に上り、王子が世界屈指のロイヤルインフルエンサーとしての地位を確立していることを示しています。マティーン王子はその外見だけでなく多彩な才能や活動によっても多くの注目を集めています。王子はスポーツが大好きで、ポロ、シュノーケリング、スカイダイビング、ゴルフ、ボクシング、バドミントンなど様々なスポーツを楽しんでいます。特にポロは東南アジア大会にブルネイ代表として出場するほどの腕前を持っています。また大の動物好きであることも知られており、現在はホワイトタイガーをペットとして飼っているほどです。王子のインスタグラムでの活動は多面的な人物像や魅力を広く伝えることに成功しており、国際的なメディアからも高い評価を受けています。例えばピープル誌の最もセクシーな男性ランキングでは、セクシーなロイヤルメンバー部門にアジア人として唯一ランクインしました。このような公開活動はマティーン王子の知名度や人気をさらに高め、
ブルネイ王室のイメージ向上にも寄与していると考えられます。このように各国の王室はインスタグラムを通じて格式ばったイメージだけでなく、温かみのある家族の姿や社会に対する深い関心を示すことで多くの人々に愛されています。現代の王室が直面する課題の一つは、伝統を守りつつも現代の価値観と調和する方法を見つけることです。インスタグラムはその橋渡しをする重要なツールとなっています。そして王室の日常や公式行事、慈善活動などを発信することでフォロワーたちに感動や共感を与え、王室の存在価値や役割をより広く認識してもらえるでしょう。このようにインスタグラムを通じて宮内庁の魅力や影響力を伝えることは、視聴者にとっても興味深い体験となること間違いありません。イギリス王室のインスタグラムは1340万人のフォロワーを持ち、世界中に大きな影響を与えています。この影響力を活用し、ファッションやチャリティ活動などに注目を集め、慈善団体支援や公式イベントの情報を拡散しています。 SNS 戦略は王室の特徴や目的に合わせており、イギリス王室は近代的で親しみやすいイメージに努めています。一方、宮内庁は日本の伝統と文化を重んじつつ、インスタグラムを通じて皇室の魅力を若い世代や海外に伝える可能性があり、その進化が注目されるでしょう。さて、本日の動画は以上となります。皆様の温かいコメントや高評価は何よりの励みとなっております。ぜひご感想やご意見をお聞かせいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。